平野翔とガン・ユータの友情が光る。インスタグラムの感動投稿をまとめ。ガン・ユータのハヒネスの真相とは。平野翔との爆笑エピソード大公開。平野翔とガン・ユータ、二人のアイドルが織りなす奇跡の物語。彼らの友情と努力が多くのファンに勇気と幸福をもたらしている。そんな二人のストーリーが、 インスタグラムの投稿やストーリーを通じてリアルタイムで共有されており、ファンとの距離を感じさせない特別な絆を築いている。平野翔とガン・ユータは、それぞれ異なる魅力を持つアイドルでありながら、共に過ごす時間の中で深い友情を育んできた。平野の明るく元気な性格と、騎士の真面目で温かい性格が絶妙に調和し、二人の関係はまるで兄弟のようだ。特にファンの間で人気なのが、 岸が平野を応援する姿勢だ彼のインスタグラムストーリーではたびたび平野へのメッセージが投稿されそのたびにファンは感動し喜びの声を上げているある日のこと岸がインスタグラムのストーリーに「ハヒネズと書いた投稿が話題となった初めて見た人はこの奇妙な言葉に戸惑いを感じたかもしれないしかしこれは岸のユーモアの一部であり実は ハピネスを感じで表現したものであった。この投稿は瞬く間に広がり、ファンの間で大きな話題となった。多くの人がこの言葉に笑い、またその背後にある騎士の優しさと創意工夫に感動した。このような小さなエピソードが、二人の関係をより深く、そして特別なものにしている。平野が忙しい仕事の合間を縫って投稿した箱プロは、 騎士の応援メッセージとともにファンに元気を届ける手段となっている。箱プロとは、平野がファンの質問に答えるプロジェクトであり、これもまたファンとの距離を縮める大切なコミュニケーションツールだ。平野の笑い声や、騎士の真剣なメッセージが交錯する中で、ファンは彼らの人間性に触れ、ますます応援したくなる。ある日、ファンの一人がこんなことを言った。長君と騎士の投稿を見るたびに、 日常の疲れが吹き飛ぶ彼らの存在が私たちのハピネスなんだとこの言葉は多くのファンの心情を代弁している平野と岸の二人はただのアイドルではなくファンにとっての光であり希望であるまた二人の絆は仕事の場面でも発揮される共演するドラマやバラエティ番組では息の合ったコンビネーションを見せ そのプロフェッショナリズムに感動する人も多い。平野が主演を務めるドラマでは、騎士がサポート役として出演し、その絶妙な掛け合いが話題となった。騎士の真摯な演技と平野の自然体の演技が融合し、視聴者を魅了したのだ。さらに、二人は互いの成長を支え合う存在でもある。平野が新たな挑戦をする際には、必ず騎士が応援メッセージを送る。 その逆もまた然りだ。騎士が新たなプロジェクトに挑む時には、平野が全力でサポートし、励ましの言葉を送る。このような関係は、ただの友人ではなく、家族のような絆を感じさせる。ファンは、そんな二人の姿を見て、自分たちも頑張ろうと勇気をもらっている。日常の中で困難に直面した時、ふと彼らの笑顔やメッセージを思い出し、一歩踏み出す力を得るのだ。 彼らの存在はファンにとっての心の支えであり希望の象徴でもあるそしてこの二人の絆を象徴する言葉が「キシヒラピースフルワールドだ」だこの言葉はファンが作り出したものであり平野とキシの関係を象徴するものとして広く浸透している二人が織りなす平和で温かい世界それはファンにとっての理想郷であり心の安らぎをもたらす場所だ 平野翔とガン・ユータ、二人の物語は、これからも続いていく。彼らの友情と努力は、これからも多くの人々に感動と勇気を届けるだろう。そして、ファンはそんな二人をいつまでも応援し続けるだろう。彼らの存在が、私たちのハピネスであり、ハヒネズなのだから。平野翔とガン・ユータの友情物語の続きには、ファンとの交流がさらに深まるエピソードがたくさんあります。 彼らの SNS 投稿は、日々の小さな幸せや感動をシェアする場であり、ファンとの絆を強くしています。特に、彼らが共に過ごす時間や仕事の裏側を垣間見せることで、ファンはますます彼らを身近に感じることができるのです。ある日のこと、平野がインスタグラムに投稿した写真が大きな反響を呼びました。それは、騎士と一緒に撮ったリラックスした雰囲気の写真で、 二人が笑顔で写っているものでした。この写真には、今日は騎士と一緒にリラックスできて最高だった。お互いに頑張ろうって話して、また明日からも全力で行こうというコメントが添えられていました。ファンはこの投稿に感動し、コメント欄は、素敵な友情に感謝いつも応援しています。二人とも頑張って、などのメッセージで溢れました。また、 岸が平野に向けたメッセージも多くのファンに感動を与えました。ある日、岸が自身のストーリーに、翔くん、いつもありがとう。君のおかげで頑張れる。これからも一緒に最高の瞬間を作っていこうと投稿したのです。このメッセージは瞬く間に広がり、多くのファンがリツイートし、二人の友情に再び注目が集まりました。平野と岸の絆は、 ファンだけでなく業界内でも評価されています。共演する他のアイドルやスタッフからも、二人の関係は本当に素晴らしいお互いに尊重し合っている姿が印象的だといった声が寄せられています。特に、彼らが共演したドラマやバラエティ番組で見せる息のあったパフォーマンスは、多くの視聴者を魅了し、高い評価を得ています。彼らの関係性は、ファンにとっても大きな励みとなっています。 ファンの中には、翔くんと岸くんの友情を見て、自分も友達との関係を大切にしようと思った二人の頑張る姿を見て、自分ももっと努力しようと思えるといった声が多く寄せられています。彼らの姿勢が、多くの人々にポジティブな影響を与えているのです。また、平野と岸は、ファンに対する感謝の気持ちを常に忘れません。彼らの SNS 投稿やライブパフォーマンスでは、 ファンに向けた感謝の言葉が頻繁に見られますあるライブイベントで平野がステージ上から皆さんのおかげでここまで来られました本当にありがとうと叫んだ瞬間会場は感動の涙で包まれました騎士も同様に皆さんの応援が僕たちの力ですこれからも一緒に最高の時間を過ごしましょうと感謝の意を表しました二人の友情は 仕事だけでなくプライベートでも続いていますオフの日には一緒に食事に行ったり映画を見たりしてリラックスした時間を過ごすことが多いそうです彼らの SNS にはそんな日常の一コマが投稿されることもありファンはその度に喜びと感動を覚えますそして彼らの物語はまだまだ続きますこれからも二人はお互いに支え合いながら新たな挑戦を続けていくでしょう ファンはそんな二人の姿を見守り、応援し続けることでしょう。平野翔と岩優太、二人の友情は、これからも多くの人々に勇気と幸福をもたらし続けるに違いありません。最後に、ファンに向けてこんな問いかけを残してみたいと思います。あなたにとってのハピネスは何ですか平野と騎士のように、誰かと支え合い、笑い合うことができる存在はいますか彼らの姿を見て、 自分の大切な人との関係を見直してみるのも良いかもしれません。彼らの物語があなたの日常に少しでも幸せをもたらすことを願っています。